え、これこんな格好でいいんですか？はい。マフラーしてていいですか？はい、なんでしたっけ？2020年いかがでしたか？2020年の7月からガンプロ所属になって、約半年になりましたが、なんか今日の試合を見てて、私翔太さんがメインでこうベルト取って、今井さんもですよ、ベルト取ったじゃないですか。なんかそういうの見てて、なんかいつも近くにいる人たちがこんなになんか頑張ってるし輝いてる中で、自分はなんか 何ができたんだろうって、もっと本当はやれた、もっとやらなきゃいけなかったんじゃないかなっていうのはなんかすごい思ってしまって、でもなんかそういう風な気持ちになれたのもこの2020年ガンプロに来てなんか改めて思えたことだったから、この気持ちを忘れないで年を越して2021年に向かいたいです。真面目な話しちゃった。2021年はじゃあ目標は2021年、私はね、私もベルトが欲しいっていうことを本当に口にしていきたいっていうのと、あと仲間欲しいと思って、私もうユニットやりたいんですよ。ユニットやりたいから、なんかそういうのをやっていこうと。これ自分でやりたいって言ってやっていいもんなんですか？賛同者がいれば、賛同者がいればやってもいい。だからなんかそのやっぱ仲間をもっとしっかり見つけて、その仲間たちと一緒にガンプロも盛り上げていけるようにしたいと思いますので、良いお年を。